こんにちは、ママデイズです。今回はご飯茶碗蒸しを紹介します。耐熱容器に人参、椎茸、小松菜を入れて電子レンジで加熱します。別の容器に溶いた卵、和風だしを入れて混ぜましょう。ご飯茶碗蒸し用の器に5倍がゆ、加熱した野菜、卵液を加えて、野菜が卵液に浸るように広げましょう。ラップをして電子レンジで加熱すれば完成です。参考になったらいいねシェアをお願いいたします。